ファミツアップ新作ゲームランキング、よいしょ。はい、この企画ではファミツアップが独自のデータをもとに対象期間1週間にリリースされた新作ゲームアプリのランキングを作成し、それをご紹介してまいります。はい、本日はちょっとお便り届いてまして、うん、お便り、はい、なるほどね。ゲームネーム NY さん、夏休みが終わって、はい、とてもうつうつとした気分で毎日過ごしてますと、はい、なんかこの気分を晴らすような面白いアプリないですか、サンバさんって来てます。ポケモン GO だね。ちょうど幻のポケモン2体目のセレビーがね、あー、みんなゲットできるようになって、はいはい、なんかこうフレンドになったりとか、あとポケモン交換したりとかでタスクをこなしていくとゲットできる、誰でも。なるほどね。なんでこれはあの学校とかね、仕事に行ってフレンド作り交換してセレビーをゲットするという最高の、あ、久しぶりに何を持ってこい。そう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 。あー、ちなみにペンネーム NY は私でした。それでは今週のランキングを見ていきましょう。第5位、物語シリーズぷくぷく。はい、本作はですね、うん、アニメあの物語シリーズ、はいはいはい、ご存知ですか、うん、まあ化け物語とかね、いろいろあるよねっていうシリーズのパズルゲーム、うん、はい、となっております。いいね。僕は忍が好きです。僕はガハラさんです。あ、はい、でこのゲーム何ができるかっていうと、うん、その物語シリーズのアニメを追体験できるんですよ。このステージ制で進んでいくパズルゲームになってて、うんうん、ステージクリアするとどんどん次々って、あー、思い出す思い出す、これわかる、これだけで思い出すでしょ。思い出すよ。ほらこれね、ボイスとかもちゃんと聞いといて、聞いて、聞こえた、うん、こんな感じでこうやってなぞってプクをつなげるの、こうやって、はい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 、まあ、いっぱいつなぐとより良いみたいな、ね、そうそうそう。で、フィーバータイムになるとこのスコアがね、上がるんですよ、うん、はい、じゃあ操作方法を説明したんですけども、うん、ちょ、今からね、僕のガチプレイ動画をね見てほしいんですよ。、はい、撮ってきたわけね。そう、これが本来のプクプクの楽しみ方だから。ぜひね、これ見てほしい。まずスピーディーにバババババッつないで、おー、すごいね。もうどんどんフィーバータイムを作っていくのがこのゲームなの。なるほどね、うまいね。で、左下とかスキルが溜まっていくんだけど、うん、これ押すと、あー、これ、おセリフ付きというか、そう、すごいおしゃれでしょ、うん、これすごい好きなんだよ、俺。いいね、いいね。でね、真ん中のさあ、うん、カードも使えて、うんうんうん、ほら、かわいい、いいね。てな感じで、いろんなスキルを使いながらどんどんスピーディーに爽快にパズルをしていくのがこのゲームの醍醐味と、はいはいはい、もう最後だね、うんうん、最後にフィーバータイム入るね、ちょっと延長して。はい、で最後に下着さんをね、もう一回、うん、発動して、声と声がいいんだ、うん、で曲もいいでしょ。そうね、うん、はい、終わりました。結構いってるよ。自分の使用キャラクターごとにランキングがあって、ほら、あなた30位ですよって。下着ランキング30位。この動画撮影時、そう、下着30位、全国30位だった俺。マジすごいでしょ。やるね。そう、ぜひですね、シリーズファンの方はやってみてください、うん、第4位、ディスティニーナイツ。まあ、これはね、ネットマーブルさんの新作スマホゲームで、まあ、簡単に言うとストーリーと、まあ、こういうグラフィックが魅力のめちゃくちゃ王道のファンタジー RPG です、うん、はい、はい、でストーリーはこんな感じで、もう 3D モデルが使われてどんどん進んでいくんですけど、結構演出もね派手でさ、うんうん、これアクションアクションがこれバトルシーンじゃないです。いいね、好きだよ。こういう感じのストーリー劇も楽しめると、うん、あ、はい、ここからねバトル画面なんですけど、基本的に3人のパーティーと戦ってって、うん、攻撃はねまずオートでやってくれるんですよ。通常攻撃は通常攻撃は、うん、でスキルをこうやってスキルからこう持ってドラッグで発動するんです。あ、でこうやってほら、あー、なるほど、ここだ、うぃー、ほー、そのいっぱい巻き込める位置で使うとか、そうそう、そういうとこだよね。あ、移動もできるんだね。そう、オートなんだけど移動でこうやって、うん、敵の引き連れて、そう、あー、攻撃も避けて、攻撃を避けつつ、面白いね。で今これなんか赤くなってんじゃん、うん、なってる、なってる。この時に特定の技を使うとほらブレイクってさ、ひるませられる。なるほどね。でここでもうあとはボコボコにします。ほら、あー、ほう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 っていうね、簡単操作のド派手演出が楽しめるバトルかな、うん、他にもね、対戦機能もあるし、ほうほう、なんかレイドバトルみたいなやつもあるし、はいはいはい、こういうファンタジー RPG に興味がある方はぜひぜひやってみてください。第3位、新三国志。
三国志、うん、こちらは光栄テクモさんの人気、はいはい、まあ、シミュレーションゲームの三国志シリーズをベースに開発されたゲームと。なるほどね、うん、リアルタイムストラテジーゲームだね、うん、いわゆる戦場に出ると他のプレイヤーの城みたいなのがあったりして。あ、なるほどね、これ他のプレイヤーのなんだ。そうそうそう、まあ、ここに攻め入って、うん、まあ、資源をダッシュダッシュというのね、うん、したりとかで、また自分の城をどんどん育ててっていう要素もありつつ、これね、一人で黙々とやるようなモードもあるから、はい、今からちょっとね、それを紹介しますよ。はいはい、これ完全にソロでやる感じので、基本オートで戦ってくれるからすごい楽。あの、一応右下にキャラのね、アイコンがあると思うんだけど、はいはいはい、押してスキルを発動させることももできる。これね、今溜まったね、燃えたね、完全に燃えてる。燃えてるね、燃えてる。これいい勝負。どうたく、どうたく倒す。お、命知らずのやつめ来たか、これだ。一騎打ち。これを待っていた。おーおー、何、一騎打ちがあるんですよ。勝てるかな、武力負けて、大丈夫かなこれ。勝てよ、勝て、いけ、よっしゃ、よし。で、勝利すると、まあ、士気が上がって、まあ、より有利になりますと。はあ、多分ちょっと競ると一騎打ちが発動するんだと思う。はあ、で、勝ったら自分の軍がめちゃくちゃ有利になる。そう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 。ああ、それ面白いね。で、勝利と、勝利と、まあ、これが一人でやるモードだね。はいはいはい、他の国に攻め入ってみますか。ほい、今これちゃ、あの、ずっと見てるけど待ってればいいから、別に他のことしててもいいし、進軍だけね、押しとこう。お、勝利、お、勝利しました。よかったよかった、だいぶ焼けたよ。もちろん自分が攻めるってことは相手に攻められるってこともあるから、うん、ちゃんと自分の城の強化をして防衛施設を建ててね。そうですよ、っていう、まあ、なんかそのシミュレーション、リアルタイムストラテジーと自分のソロのモードがある2つね、楽しめるゲームとなっております。第2位は I see、 oh, I see、 うん、今ね、有料トップセールスランキングで結構上位に来てるから、うん、知ってる人も多いと思うんですけど、うんうん、横スクロールのアクションゲームになってて、はい、で、僕らはこのこの子ね、はい、この美少女アンドロイド I see を操っていろんなマシンをね、うん、と戦っていくっていう横スクロールアクション。アンドロイド好きなんだよ俺。でね、これね、もう PC とかスイッチとかで、でスマホ版でも昔から出てたんだけど、うん、日本語対応したんだよ。あ、今ね、それで上がってきてんだ。そう、ほうほう。で、まあ、まあ簡単にね、説明すると、これ今バーチャルパッドね、左側、うんうん、で、右側が A が弱攻撃、はいはい、H が強攻撃。いやもうね、見てるだけでもこのそうスタイリッシュね。で、 D がダッシュで J がジャンプ、敵の攻撃を回避すると、はい、お、瞬間移動してさ、すげえ、これが気持ちいいんだ、めっちゃ気持ちいいんだ。これがボス戦だ。まず雑魚敵を処理してね、うん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 、この大型のやつを、うわっと、あれ食われてない、食われとんのかい。はっはっ、いやしょ、はっ、いいなっていうね、スタイルスチュアクションとなっております。はい、で、このゲーム、うん、今ね、一通りやってて、うん、ナレーションもね、下野紘さんのナレーションがとても素敵だと思った人も多いと思うんですけど、うん、このナレーションにもちょっとギミックがありまして、はいはいはい、例えばさ、これ死ぬとさ、アイシーは足を滑らせ、崖から落ちたっていうナレーション、普通のナレーションもね、これ、はい、これもう一回落ちちゃうと、アイシーはようやく、はい、なんだ、呆れてしまうんですよね。またなのか、一体私はどうすればいいんだ。え、そうか、その手が、これすごいな、うん、ほら、あ、この宝箱が見えるか、ほう、なんか頑張る君のために用意した、違うステージに来たぞ。まあこんな感じで、はい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 、そう、アクションを楽しみながらも、うん、こういうメタ的な視点のナレーションのギミックも楽しめる。これ探すのも面白いね。そう、これを探すのも面白い、うんうんうん、まさ、マジかっていうところで流れてくるからね、はい、っていうのを楽しめるのが IC の魅力となっております。はい、今週の第1位はアークザラット R です。まあでしょうね、うん、アークザラットのね、最新作、最新作、まあこちらは、まあ、アークザラットの最新作なんですけど、アークザラット2のエンディング後の世界が描かれていくゲームですね、はいはいはい、あ、いいじゃん、これストーリーでしょ。これストーリーなんだよ、
これはねちょっとミズハが囚われていて、うん、それを助けに行くシーンだね。いいですね、うん、じゃあ早速ねバトルに来たんですけど、はい、これね映像のスタッフさんが、はい、このパーティーで行けと、ほう懐かしいからこのキャラクターを入れろというご指示あったので、うん、これ入れてみました。トッシュとかジークベックとかがすげえ懐かしいから。なるほどね、うん、この辺のキャラクターが実際に今回はどう動くのかっていうのもね。そうそうそう、あとまあこういうキャラクターもちゃんと出るよっていうところでね。確かに、あの昔なんか前のキャラクター、うんうん、でバトルとしてはシミュレーションゲーム、おなんかこうマスを移動して、はいはいはい、で攻撃、攻撃範囲に入れて攻撃すると、あとはですねこれ特徴的なのが背後を取るっていう、なんかねジャンプしてね、お後ろに行き背後で攻撃するとダメージだと。あーなるほどね、うん、でも逆に言うと背後取られる可能性もあるから、あその時は自分も左目を、そう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 、なるほどなるほど、だからこう後ろを守るようにしていくとかも戦略ある。ちょっとね操作がね特徴的で、こうマス移動だけじゃなくてこういうなんかグリグリしたねスマホならではの操作もあったりします。ドッシュはいと、強い、うん、おー強いな。ハルトは今作の主人公、はいはい、この背後取ってって、うん、そうね、ロビンとキャラクター図鑑を今ね見ているんだけど、うん、こんな感じでちょっとあのレアリティが上がると見た目も変わったり、あとこのフレーバーテキストも変わっていくからシリーズファンとかね楽しめたりするんじゃないかなと。結構気になるとこだよね。そうそうそう、もしかしたら知らないね物語とかが描かれてるかもみたいなね。あーあー10年間の空白のね、そうそうあるねっていう感じのゲームとなっております。はい、ということで今週のランキングはこのようになっております。はい、何が気になった？アイシーの隠し要素をね探したくなったね。でしょ、うん、あれは矢野さんは？俺はね、プクプクで全国10位に入るわ。分かった、下着ランキングね。下着ランキング全国10位に入る、これ宣言しとくわ。はい、そんな感じでまた来週お会いしましょう。バイバイ。じゃあね。